の中に？そのはずだ。どうする？敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。じゃあ待ってるね。あ、目立つだろ。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。ああ、よかった、誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。
し見たんだ。廊下を歩いているのをしっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだ。やばいか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい。7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え、他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おバカさんね。ネオミッドガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代史と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式自意識も試そうと思う。加えて、目下私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん、他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。たら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う、まず吐かせないと。薬を使うか。
壊れなければいいが。行くぞ。おう。